ということなので、ここは本当に安定していけるように、あずるいな、いろいろずるいな。カメラアングル含めていろいろずるいな。まあ今のところはまだ1時間いってないので大丈夫でしょう。どうしましょうかね。17時までちょっとあと20分とかなんで。ただ、もしやるんだったら、やっぱり15の4くらいまでは一区切りつけておきたいなと。本当にこのコース、なんでしょうね。15の5から本当にだいぶシビアになりますんで。15の5の前くらいまで進めておいて、15の5のスタートるぞとか15の6のスタートるぞってなった時は本当にそれだけみたいな、その日はそれだけみたいにしておきたいんですよ。1日1枚とかで済ませたいんですよね。乗る、乗れてない。ベリキューさんどっか行ってる。ラッキーラッキー。もうんー、どっか来た今いなかったよな。今いないの確認してから飛んだぞ。ワン、ツー、スリー。なかなか厄介なんですよね。犬間に、小沼に、邪魔ですね。つけ、ここから、はい、はい。乗れないか。オッケーオッケー。久々にここまで乗れましたよと、ワン、ツーで乗っていきまして、さあ、残機はゼロでボロボロですが、なんとか上まで来れましたよと。ここまで来るので、一段落と言いますか、第一ゾーン突破みたいな、サスケの第一コースクリアみたいな、そういう感じなんで、一応このロコインさんは、そんなに、たまに捕まりますけれども、基本的には死なないので、安心していますよと。落ち着いて、反転して、ここガガガが言うまでなんとか反転して登っていきましょうか。マリオのギャラクシーとかですか。マリオのギャラクシー、ん？ギャラクシー？ギャラクシー？あー、ギャラクシーは動画も見たことないかもしれないですね。なんでしょう、最近のやつですよね。あれですよ、サンシャインまでかな。多分サンシャインまでは動画とかで見てたりするんですけれども、スーパーマリオ64じゃないな、ギャラクシーは。スーパーマリオギャラクシーですとか、3D ランドワールドですか？なんか、あれですよね。なんか、わちゃわちゃしてるやつですよね。3D の。なんか一時期流行ったって言ったらちょっと言い方があれですけれども、一時期動画いっぱい出てた。なんかマップ選びの段階からもう自由に歩き回れるみたいな、あのゲームですよね、と。あれ違うか？なんか、ピーチ姫とかが選べてなんか猫になれるとかそういう、あれじゃなかったでしたっけ？ちょっと忘れましたね。ただそういう系のゲームはちょっと最近のはあまりやっていませんよという感じでしょうか。こっから、あのファイヤーバーさん怖いんで、もう一気に超えてしまおうと。で、ここからしっかりと斜め45度に飛んで壁キックして崖つかまりして、あそこの丸太みたいなやつを壁キックで蹴って蹴ってで、ここに着地すると。で、ビリキューさんが危険なので、当たらないように細心の注意を払いつつ、崖つかまりして、これで壁キックで、もう細心の注意どこ行ったんですかね。オッケーオッケー。これで、アイクに目つけられないように、ちょっと隅っこでブルブル震えておきまして、ここに来ましたよー死ぬかと思った。で、今回の15の2のスターがどこにあるのかっていうと、ここのちょうど対岸の方ですね。あっちですね。あんまり近寄りたくないな、火の出元に。あっち側に行く必要がありますよと。マリアさんが今向いてる方に行かなきゃいけないですよと。なので、そのためには、ここから壁キックであっち側行きましょうよと。まあ、とりあえず行きましょう。これで壁キックして、壁キックで、行け！ここにありますよと。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。というわけで15の2のスター、名前忘れましたが、無事、クリアいたしました。よかった。ジャストゴークレイジーですか？確かにクレイジーなとこにありましたよと。なんとかデスカウンター30行かずに済みましたよと。言ったところで、15面の中で簡単、普通、難